はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。ロイターにですねこんな記事が出てましてですね、20日の12時2分に出た記事ですね。香港トップ人材流出問題で本丸のコロナ対策素通りという、なんやろうなと思ってちょっと読んでいきましょうね。香港の人材流出問題の解決は決して複雑なことではない。香港政府トップの李家超行政長官は、不動産購入時の税負担、なんか変ですねこれ、こうかな。不動産購入時の税負担軽減や年収の多い人や高学歴の人を対象にした新たなビザ制度創設といった政策によってシンガポールなどへの人材流出に歯止めがかかることを期待している。しかし今回打ち出したのは断片的な措置の寄せ集めに過ぎず、外国人流出の最大の原因でますます無意味になっている香港の新型コロナウイルス対策には目をつぶっていると。まあこれは本土からの指令なんでしょうね。もうちょっと行きましょうね。香港からは新型コロナのパンデミック発生以来、市民と外国人合計で差し引き20万人余りが流出し、その半分以上が今年6月末までの1年間に集中している。その結果今年半ば時点の香港の人口は前年同期比 1.6% 減の729万人と前年比で過去最大の落ち込みとなった。一方銀行や投資の拠点としてライバル関係にあるシンガポールは同じ期間に人口が 3.4% 増加した。これね、シンガポール今ものすごい不動産の価格高いんですね。坪単価2000万とか3000万とかいうのがですね、売れたりするんですって。すごい嫌な。ますますそれでもって 3% も人口増えたらですね、それは不動産価格高くなりますよ。知りませんよ、ほんまに。で、香港から人口が減ったらですね、不動産価格安なるように思うでしょう。ならないんですよ。なぜかというと、売り物が出たらすぐ本土のお金持ちが買うんですって。だから高いまんまなんですよ、今香港の不動産って。まあ何なんでしょうね、本土の方々って香港好きみたいですから、香港に不動産を持ちたいんでしょうね。まあどういう心理なんかよく分かりませんけども。行きましょう。当局が懸念を抱くのも無理はない。資産運用大手ブラックロックなどが加盟する香港投資ファンド協会は8月に実施した調査によると、海外及び地域をカバーする人材の確保と維持が困難もしくは非常に困難との回答が3分の2に上り、半分以上が他の地域で人員を増やしていると答えた。香港は労働人口が減っており、20から24歳の層は第2四半期に前年同期比 15% と驚くほどの幅で減少した。つまり若い方がですね、香港から逃げ出しているということですね。これはね、考えによっては非常に深刻な話だと思いますよ。まあその分ね、こう働き口を見つけやすくなってるという面もあるんでしょうけどもね、人材不足で若い方が。ただそのなんて言いますかね、香港ってまあ今はもう本当に中国の一都市になってますけども、ちょっと中裏りんなところがあってね、外国との接点みたいな役割もあるんでしょう。それがどんどん薄らいでいってるということであって、これは中長期的に見て香港の没落ということが言えるんちゃうかなと思いますね。そのうち香港ドルのですね、米ドルペック制っていうのもですね、なくなって、アメリカが香港に与えている優遇策というものがなくなればですね、香港の街の優位性というのも何もない、ただの中国の地方都市になってしまうんですよ。そうなるかならへんかは、香港が魅力的であるかどうかという問題なんですけど、まあ、あれですね、中長期で見たら、香港はただの中国の一都市になりそうな感じですね。そうなればなるほど魅力はなくなるわけであって、そうすると若い人はどんどん逃げていくということになりますね。
李行政長官は19日の施政報告で、年収が高いか世界トップ100の大学の卒業生を対象とする期間2年の新たなビザ制度を発表した。僕の出た大学世界トップ100に入るんでしょうか前はまた非居住者が香港の永住権取得後に香港の不動産を購入するものどうでもいいわ、飛ばしましょう。こうした措置はいずれもあるに越したことはないが、隅をつついているだけだ。シンガポールからロンドンまで各地で日常生活や旅行が平常に戻りつつあるが、香港市民は医療専門家でさえ効果がないという無数のルールに縛られている。例えば、香港に到着後3日間自己監視しなければいけな、ならない。0プラス3隔離措置があるし、レストランでは1つのテーブルの人数が12人。別にええやん、12人やったらと思うんですけど。バーでは6人。別にええやん、6人やったらと思うんですけど。宴会では240人。240人の宴会する気は持ってないやん。ツアー団体では30人。これはちょっとかなんかもしれませんね。とする任意の人数制限が設定されている。屋内と屋外ではマスク着用義務がありって、まあこれは日本人なら別にとってもないルールですね。陽性者は強制隔離され、学校やバーに行く場合は検査を受ける義務がある。これはめんどくさいですね。李長官は素通りしているかもしれないが、解決策の本丸が何かは明らかだって。そうですね、こういうアホなことやめたらいいわけですね。これ多分やっぱり本土のですね、ゼロコロナの影響だと思うんですね。で、今、香港と本土の行き来は自由ではなくなってるそうなんですよ。制限があるそうで、以前は自由だったそうですけども、今制限があると。まあそういうところで香港はどんどん窮屈な街になってきているという感じがしますね。まあ、あれですね、その私はこの2年か3年前ですか、香港の自由が失われたあの時点からも香港の中長期の没落は始まったというふうに思います。アホなことをしたもんですね。なんていうか、一国二制度を50年守るというたのをですね、22年で保護にしたんですけども、あれ守っといた方がね、中国本土にとってはね、よっぽどそのなんと言いますかね、こうメリットがあったと思います。あれですね、言論の自由があるってのは共産党にとってはほんまにけしからんことだとは思うんですけども、しゃあないやん、そんな香港だけ任しといたらええやんと、やらしといたらええやんというふうに思うんですけど、それも容赦ができなかったのが今の習近平の政権なんですね。いずれね、なんていうか、言論の自由っていうのはね、この10年、20年で認めるとはなりませんけども、いずれそれはね、自由を許さざるを得なくなるはずなんですよ。まあ、もっともね、言論の自由があればね、あれです、共産党政権って長続きしない、どっかで終わるということはあるでしょうけどね。まあでもアホなことをしたなと、もうちょっと平存しといた方が良かったのにと思いますね。だからこうどうでしょうね、香港が普通の中国の一地方都市になるまでにはあと5年10年ぐらいの期間で、そうなんなら落ちこぼれてしまう、そこまで没落してしまうんではないんかなと思いますね。で、その責任はやっぱり習近平さんという方にほとんど着せられるんではないかとなと思います。だからそれは外国人である我々にとってもね、香港の魅力というのはね、もう日々薄れていると思うんですよ。残念ながら私行ったことないんですけどね、別に行きたいと思いませんけども、香港好きな人は好きでしたからね、それが今非常にこう息苦しい街になってしまって、でしかもですね、本土から変な人がいっぱい流れてきて不動産買ってるんで、もうどう言いましょうね、年収の100倍ぐらいにならないとね、まともなね、マンション買えないらしいんですよ。しかしそれもまたいつか弾けるんちゃうんかなと思って、だからまあちょっとなんと言いますかね、変な街になってしまってるなと。かつてはですね、東洋の宝石とかってそういう言い方もされたようなんですけども、そういった街がただの田舎の一地方都市になり果ててしまうというのは、まあ残念ではありますけど、まあ中国の自己責任といえばそれまでですね。
ということでですね、これ、ロイターのこのページ一応貼っときますんで、途中ちょっとだけ読み飛ばしましたんで、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。